にちは。こんにちは。こんにちは。じゃあさ、正気こちらじゃん。お願いします。はい、お願いします。こっちでいい。先輩今日ビールですか。生ビールで。生ビール。もうえもう頼んだもう頼んだいつかね。ウル来る前に。え飲んでみましょうか。あじゃあビール2つください。はい。すぐ来ますもんね。すぐで、すぐ。あ、じゃあ、うん、あったかい。千葉では飲まないですか、最近。千葉では飲まないね。船橋。あ、船橋ですか。船橋、船橋、津田沼、稲毛。あ、津田沼がアクセスいいですか。そう。確かに、稲毛だ。あ、します。すいません、ありがとうございます。飲んじゃおうか。マジっすか。じゃあ飲んじゃ、飲んじゃったら飲んでないことしますか。いや、それはできないかもしれない。できないですか。飲んじゃいます、ね、飲んじゃいます。じゃあ。昼間から乾杯。はい、じゃあ、これです。よし、です。フルと合ってんすか、最近。フルね。なんだかんだ言って1ヶ月に3回か4回ぐらい。結構合ってんじゃないですか。サッカーで、ね。先輩が、ヨシさんが主催の先輩じゃなくて、あ、そう俺が主催のね、はい、ヨシさんが主催の来てもらってやる僕が一回お邪魔したやつですよね。うん、あの時ね、やばかった時ね、何の役にも立たなかった時、すいませんすいません、あの時ドラゴンアッシュの方いらっしゃいましたよね。ボッツがいたね。ボッツさん、うん、なんか好きなんだよね。ああ、見たいっすよ。そうです、そうです。今も来られてるんですか。今、いや、今はね、あんまり来てないけど。あ、そうなんですか。うん、あ、ウル来た。どうですか。久しぶり。久しぶりです。すげえ久しぶり。何飲みます。ウーロン茶です。ウーロン茶、あ、ノンアルじゃなくて。あ、ノンアルでお願いします、じゃあ。はい。飲まずに待ってました、僕は。あれ飲んで待ってました。飲んでボツだったんですか。あ、すみません。いや、ボツじゃないんですよね。ペンディングみたいな感じで。ああ、じゃあまたどっかで。いや、おでーす。お疲れです。です。グダグダだね。グダグダっす。今ヨシさんの主催のサッカーの話してて、はい、最近は遊びだけど。主催？何の主催っていうか。昼間やってるやつ。二時組。あ、はいはい。名前あるんですか。いや、ない。何ですか。朝のやつですか。そうそうそう、あいつもやったやつ。そう、一回来たことある。あれ、いた確かいた。いて僕いました。いた。あと太郎さん。太郎さん。え、確か全然覚えてない。で、俺太郎さんに太郎が来たって。マーク外れてるよって言われたもん。そこだけ覚えてる。全然覚えてない。いや、もう記憶にないぐらいだからね。はい、もう1年以上前ですよね。結構前、ね、いいんじゃない。今までのタモリチャレンジを振り返るとかね。ああ、ここで、ああ。あれ、タモリチャレンジって紹介していくじゃないですか。はい。いろんな方向から紹介するんですか。あれずっとつながってる。結局あれだよね、テレフォンショッキング系じゃないよね。いや、形式なんですけど、人が人をこう紹介するじゃなくて。5つあるんですよ、ラインが。あ、そうっすよね。そのヨシさんラインとタローラインと。え、違うんですか、そこ。違うんですよ。で、あれタローラインと色で分かれてるんですよあ、そういうことですか。だからでも、まあぶっちゃけ紹介者見つからずに、あ、そのラインってことね。だから色が全然わからなかった。全然わかんないです。あ、なんかいろんな、確かわからないんだな、ね、あ、ヨシさん何飲みますか。早っ。え、これめっちゃ早いです。3杯目ですか。だって2人が話してるから全然ね、飲むしかないじゃん。いやいや、ヨシさんの話聞かせてください。いや、ないないない。まあ女性の知り合いがサッカー選手とお近づきになるにはどうしたらいいの聞かれたんですよ。で、基本ファンはダメなんですよね、多分。こう正式にファンっていう大義名分を持って近づいたら選手って多分ちょっとってなる。あ、それありますね。なるよね、きっと。どうなんすか。近づきになりたいってどう。ね、どういう目的なのか分かんないけど。でも。ヨシさんなんかだって、もともとだったじゃないですか。
お近づきになりたいような会に行くんじゃないの、だからあどっかで情報を仕入れて。昔はそうだったけどね。あ昔はね、いやよく聞きますけど、誰かがやっぱり要はそのサッカー選手の中でも誰かがそうネットワークが広いやつがやっぱりいて、俺なんか一回渋谷で50対50のコンパに行ったけど、50対50っすか、うん、その中に城さんいました。え、いたそれ大学じゃ大丈夫かいた、いた、いや、いたよ、なんか本当にその後に代表になる人たちもいて、カラオケ3回から5回ぐらいまで全部貸し切って。マジっすか、おかしいよね。財布の中開けてみたらみんな100万ぐらい入ってきます、ね、多分それ吉井君とかの時代ですよね。本当ね、あと関東近辺のクラブです、ね、友達になっちゃう。今もうダメだよね、もう SNS が普及しちゃってるからね。どこで何したかってね、結構指導されてんじゃないですかね、クラブで。まあいいんだか悪いんだかわかんないですけど、でもあの頃なんかエネルギッシュでしたよね。よく遊び、よく練習していって。だって昔はだってなんか酒臭いし、結構いましたからね、朝とか朝トレーニングとか遅刻とかあってね、うん、この間羽生さんプライベートだったんですよ。羽生さんも同じこと言ってたな、うん、でもなんだろう、逆にこう割り切ってるじゃないけど覚悟してる、酒は飲むけどそれがプロでいい結果が出なければそこまでの人間だってまあ持ってるって人もいたな。そっか、じゃあそこまでの人間だった。そひどいこと言うね。いやいや、そんなこと言うやつだと思うそんなことないです。いやだって遊んでなんぼだもん。そうっすよね。いや、そんな時代だよ、ほんと。そうっすよね。ほんとその時は多分そういう時代だと思いますよ。でも、結局あれですよね、選手生命は短かったですよね、昔は。あ30手前とか。手前でもアウトしちゃいますよね。多かったね。今なんてもう30半ば行っても全然バリバリやれるじゃないですか。あー、そこって何の差、何の差がそうさせてるんだね。やっぱその管理とかしっかりできる選手が多くなってきたのと、プロフェッショナル選手が。あとはなんかもう先入観もあるじゃないですか。もう日本人だと30過ぎぐらいだともうそろそろダメだろうっていうのがなんか昔からあったんですけど、うん、でもそういった選手が多くなってくる中で伸びましたよね、選手寿命が。ああ確かに、うん、海外でも結構30超えて半ば行っても全然やれる選手も多くなってきて。ああ確かにそう思いますよ。35以上とかいなかったもんね。絶対ないよ。30代がそもそもいなかったですよ。いなかったね。28でもうこいつおっさんだなと思ってた。本当そんな感じですよ。サッカー。じゃあその理由っていうのはやっぱ自己管理？自己管理だし、もうそういうのがサッカー界ではサッカー30までっていうのがあったから、なんか選手自身も何かコンディション崩した人はもう年齢のせいかなっていう先入観。あると俺は思いますね。そこに一石投じたのはやっぱ三浦カズ。ああそれはカズさん。そうですよね。ああ。そうだよ。カズさんすげえ。あとは移籍金撤廃になったんですよ。え？その移籍金が移籍しやすくなってるんです今のマーケットで。昔と比べて。もうどんどん移籍できちゃうんですよ。昔はレジェン間契約してて1年契約終わった後によそのクラブから来るとそれでも移籍金かかってたんですよ。でもそれって日本独自のルールだったんですけど、それが撤廃されてもう契約満了したらもうどこでも行っていいとか、途中でも移籍金とか多分そんな負担が減った、その海外と一緒ぐらいになったんで、でちょっと出れなくなったりしたらもうすぐどこでも行けるようなマーケットになったんで、そういう選択肢が増えましたね。だからプレーすればもう多くなって。よしさんです。すごい。早くないですか、ね、売るの何でも知ってる。いやいや、プロサッカー選手ですか。いや、大丈夫です。え、何の僕、すみません、ビールいただけますか。はい。もう一回ハイボールもいいですか。ちょっとめっちゃ飲むやつね。休みだもん。そうっすよね。で僕、選手会長やってたんですよ、クラブで。で、大元の会長は藤田俊也さんで、その時に。
その下でくっついていろいろやってて、で藤田俊也さんが移籍撤廃したんですよ。半ば強引にというか、の選手のためにというか、そのおかげで今のルールができてる。すげえな、ルールすごいじゃん。俺は全然すごい。今知りました。移籍の話があって一回、はい、吉さんおったんだよ、ジェフから。ジェフにいた時にね、あったの。どこだっけな、ブランメル仙台、当時ね、はい、なんか分かります。あったんだけど、その頃ちょうどベンチで入ってたから断った。で断った2ヶ月後に切られる切られたっていう、ね、超面白いでしょ。断った2ヶ月後に、ああジェフで、そう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 。ブランメル仙台って何だろう、仙台、今後のあれだよね、仙台だよね。ああ。来て、でその後クビになってトライアウト長期に行って、はい、すごいよ、熊本、鳥栖、甲府、全部見に行った。まあ、J リーグじゃなかったもんね。JFL ですね。そうそう。名前がまだ今違う。絵に行って。だ熊本行って、選手が最初にブレイズ熊本なんだ、行って、ブレイズ、そう、どこですか、昔あったんですよ、今ロアスだけど、ああ、行って、土のグラウンドだったね、確か。で、監督に、あいつ下手だなとか、いろいろ言ってたら、もう帰っていいって言われて、そのまま福岡行って、中洲で飲んで、そのまま鳥栖に行ったの、鳥栖フューチャーズ。で最後まで残ったんだけど落ちて、でも受かったら受かったで、鳥栖ってもう17時ぐらいになると街灯が何もついてないぐらいの街で、っていうイメージがあって、受かっても嫌だなと思ったんだけど、まあ落ちたんだけど、でその後甲府行ってインターバルスをいきなり走ってって、なんで足だけ入れんだよと思って、一番最後の方デレデレしてたら、もう帰っていいって言われてそれ言われますね。全部ね、この3つの旅がセットなんですよ。面白かったよ。マジっすか。だからそれこそ水戸にいたんだけど、半年だけ、はい、いただけだけどね。その時水戸ってもう水戸リオケでした、JFL から、あごめん、地域リーグから JFL に上がる時にプリマハムだった。プリマハム、そうなんです。入って、まあ、往年の解雇された人たちが超いて、まあ、入れてくれて、監督が今琉慶大学の監督が中野さんっていうのがいて、いきなりグランド10周って言われて、意味わかんない。で半年ぐらいやって、まあ、お金出すからって言われたんだけど、まあ、結局出なくて辞めて帰ってきた。水戸知ってる？水戸。いや当時は知らないですよ。水戸の大工町知らないでしょ。わかんない、すごいよ。へえ。なんでそんな尖っちゃったんですか。尖ってんじゃないですか。でもその時ってあの選手権のイメージがあるから、うん、その名前はあるじゃないですか。そう、スーパースター。だからあんまなんかね、自分でもそんなに尖ってたんですよ、多分。多分ね。ジャックナイフのようにね。取るリスクが高いぐらい尖ってたんですよ。そうそうそう。いいこと言うね。いいわね、やっぱね。でもなんかね、サッカー中心に考えられなかったね。で水戸ホーリーホックはもうかなり改善されたけど、昔なんてやっぱ働きながらやっぱサッカーやってて、で働くところを3つ選んでくださいっつって、ガソリンスタンド、水産業、あと土木かなんかあって、この3択でどれって言われて、どれ選ぶ。いい俺ですか。いやどうし、いやどれもまあね、やりがいあると思うんですけど、そうあの就職斡旋してくれたと。そうそう、3つあって、この3択から選ぶか、あと自分でバイト探すかで、まあ一応ほら働かないとと思って、一番最初に水産業、うん、大洗かな、はい、大洗もし、俺も水産業選ぶ。俺も水産業選んだんだけど、あのタコね、タコしてる、いっぱいこう吸盤つかれてて、わかります、タコ入ってタコが宙吊りになってるのを
もう全部なんか取って入れて切ったりとかっていうのを8時間ぐらいやってて気がおかしくなりそうで、俺当時あのよっちゃいが超好きだったんだけど、よっちゃいが嫌いだったもんね。関係ない話だな。あれ加工品だからあれか。で、不法外国人だろ、あの多分ビザがない外人が雇ってて、税関の来て、みんな逃げろ隠れろっつって外人がガッて言いなくなって、入国管理局ですね。そうそうそう、はい、俺なんかこんなところで働いてるの嫌だなと思って辞めて、その後ガソリンスタンドで1ヶ月働いて、廃屋ですか満タンですかって、そんなの見りゃ分かんだろうってお客さんに言われて、分かんないから聞いてんだよでそれで心折れちゃって、はい、ヨッサンのその尖りってどこで丸くなったんですか？それ尖ってないけどね。いや尖ってますよ、めちゃめちゃ。だからなんか人から言われるのが嫌なんだろうな、基本的に。あでもやっぱ23で辞めて、その後普通に働いてるから、まあ、そこで何してたんですか？4日辞めてサッカーも完璧辞めたんですか？辞めてたから、ね、自分で求人雑誌見て就職して10年仕事して、でよくさ、なんか知り合いのつてで仕事するとかあったんじゃない？で知り合いも何もいなかったから、うん、で要は千葉で言うとっていうかタウンワーク、はい、あれ1ページ見て給料高いとよしここだと思って自分で電話して、それがあれですか、芝のことか。あ、いやいや、それは車屋さんの。あ、中古車販売。そうそう。だって、38万って書いてあった、もう行くしかねえじゃん。本当38万でした。もっともらってた。マジっすか、うん、めっちゃいいっすね。すげえ売ってたもん。マジっすか。で、それ10年やって、やりたくないの10年やって、で最後店長になって辞めたけど。その時サッカー何もやってなかったんですか？うん、何もやってない。遊びでも。サッカー選手からいきなりその営業マンになるわけじゃないですか、うん、社会に馴染めました。馴染めましたって、お前人とそうだね。でもまだ若かったからさ、ね、そう、うんうん、ある程度許される部分もありながら、そっから馴染んでいって、だから一回ほらサッカーしかやってなかった人が大人になってまでサッカーでずっと関わってるとさ、社会に出ることないじゃん、うん、なんかないでさ、アホなやついいんじゃん、やっぱ常識知らないとかさ。でもやっぱ10年間、まあ、その中小企業で行ったけど学んだよね、そういうのね。学んだか分かんないけど、何がいいか悪いかっていうのはな、まあ、分かるし、人に対してやっぱりこうした方がいいとかこういうふうに接した方がいいなっていうのはすごくためになります。じゃあ実際にその中古車販売に働いて、その尖りが少しこう丸くなってきたような感じですか？尖ってない。いや尖ってますよ、それめちゃめちゃうるさい人結構多かったからね、昔ね。あ、そういえばちょっと、もうかなり酔ってるんですけど、さっきの女の話が途中2、3杯しか飲んでない。いや、僕、いつも2杯しか飲まないですから。だって、それ決めるの。え、なんで女性の話するんですか？女性の話、さっきなんだっけ。いや、あれ、なんだっけな、あの、そうそう、お近づけになりたいって話があって、結論出てないんですよ。結論いりますよ。いる。俺の知り合いだから。どうしたら、ファンを隠した方がいいのかな。すみません。ファンを隠した方がいい。でも僕ちょっと分かんないんですけど、なんかファンとかもそうですし、じゃ例えばそういう場に来る人とかもそうですし、そういうなんかドラって多分本気で付き合ったりとかは多分そこまで多分いかないと思います。あ、いかない。はい、あ、そんなような気がします。ファンですごいいい人がいても行かない。行かないと思いますね。まあ、行く人もいるかもしれないですけど、ファンとかあとはそういう飲みの場に来るのも結局いろんなところに行ってるタイプじゃないですか。あ、まあ確かに本気で行くって言ったら多分そこには行かないと思いますね。ヨシさん行きましたね。いやもうなんか専門家みたいですヨシさん行きましたよ。俺行かないよ。いや本当ですか？行かないよ。ファンがいないよ。いやでもその高校時代やばかったです。いや絶対そうっすね。ほんとね、夜の話聞いた方がいいよ。いやバレンタインだって何箱でしたっけ？5箱でしたっけ？3箱でしたっけ？5箱って何ですか？バレンタインのチョコが高校に5箱届いた。優勝した時とどういう意味ですか？段ボール5箱。段ボール5箱。すごいっすね。で、1個目のパッケージ開けたらセミヌードルの写真ですよ。マジっすか？そのまま閉じてあげる。マジっすか？変な人いますよ、でも。え、そのチョコを？いや、チョコと私の写真みたいなのが。やーば、マジっすか？セミヌード。セミヌードって初めてその時に言葉を覚えたけどね。セミヌードって隠すんでしょうか。あの時
だって今よりも高校サッカーすごかったですもん、盛り上がりっていうか。でも山根ゼロだったんですよ。僕はだって面白くない高校サッカーまあ真面目っすね。僕だから全部出てない、自分の中に出なきゃダメだ。あ、全国ですね。まあ確かに。俺も自分の中に出れなかった全然出れてないですね。ラグビー盛り上がったね。はい、ね、見てました見ました。本当何戦見た。なんだっけ、あのベスト8でかけた南アフリカか。あれ南アフリカ見てないじゃん。いや見た。南アフリカだっけ。酔っ払ってね。負けた試合ですか。負けた試合。多分南アフリカ。南アフリカ。予選見た全部。いや全部は見てないっすね。ルールよ。わかる。なんとなく。あ、ルール分かってみてるしないっすよね。だから見ていくうちに覚えるよね。でも南アフリカ全部見た。南アフリカの試合を全部見た。全部見た。だって俺サッカー以外で全部見るって初かも。なんかずっと息が止まっ、なんだろう、息飲むっていうか、ずっと緊張してる感じがする、サッカーと違って。その割には南アフリカってな。いや、ちょ、今酔ってるから。南アフリカかかってた。酔ってるから。はい、なんすか、ラグビーの面白い話。面白い話っていうか、ラグビーを見てて思ったことがあって、要はサッカー中でやってんじゃん。あ、そうなんですか。サッカー中で、ね、横浜国際とか、アジスタとかでやってんじゃん。そう、アジスタとかでやってるじゃん。はい。素朴に思って、なんかこう、芝生えぐれるじゃん。はい。グラウンドかわいそうだなと思って。いや、そこって言うとちょっと申し訳ないけど。あれ、もっとかわいそうな FC 東京なんてしてます。FC 東京ホームゲームできなくなったんですよ、あれでずっと。8試合ぐらい。そう。で、アジスタでね。前期の方も独走してたんですけど、全部アウェイになって、今、現時点でアントラーズに追い越されて、今やっと並んだっていう状況です。ああ、でもなんかホームゲームでできないって差はあるよね。相当厳しいですね。やっぱ目に見えないところでね、縁の下の力持ちがいるんだね、やっぱね。じゃあもう F 東のホームゲームってのはどこで、いやもう全部アウェイ。もうそのもうスケジュールがもう組まれてて、最初の方ホームゲーム多くて、それでもうガンって出走して、最初に多くてアウェイ集中で、やっと来週帰ってこれる。今週も帰ってきたな。来週か帰ってこれるっていう感じみたいですよ。あれサッカーのグラウンドとラグビーのグラウンドって同じぐらいなのかね。すごい不思議じゃない、うん、サッカーのコートにある18人だからスペースなかったくない。確かにそうですよね。確かに。でもなんか大きさどんくらいだろうと思って。わかんないけど。誰もわかんないわ。わかんないよ。ルールわかんないですよね。みんな分かってる人なんて本当や、うん、ラグビーやってる人もわかんない人多いらしいですよ、ね。実は。あ、そうなんですか。っていう噂聞いた。あ、そうなんだ。あれ初めはなんだっけ、あのフリーキックみたいなのある？得点取れる。最初のやつ。最初にやるんですか。いやいや、最初の。ほんと。違う、だから。いや、超低レベルの話。すげえ低レベルの話。わかんない人がわかんない人が。わけわかんない。で、これラグビー好きな人がしたらちょっと怒られる。やばいっすよ。怒られて。いや、でもあの、ポロの中に蹴り込む。だからあれはトライをして、トライをした位置からの、で、コンバージョンね。だから、端っこの方でトライしたら、やっぱ角度があるところから。だから、みんな真ん中でトライする。だから素人からすると、いや、何って思うけど、結局あれ、まっすぐ飛ばすのが難しい技術だってことなんですよね。ボール、ね、なんかやっぱ違うみたいな、ね。あ、でも感動した。サッカー以外で、最近でもサッカー、俺、日本代表しか見ないけど、サッカーで感動したこと、いつだろうって思っちゃうけど、感動した。まあ、ワールドカップぐらいだよな。以来ないけど。全然関係ないけど、最近さ、某スポーツショップにサッカーのスパイカー行ったの、はい、行ったらさ、女の人出てきてさ、お探し物何ですかって言われて、スパイクですって、ラグビーコーナー向こうですって言われて二度と来るかってこれ実際だからね。マジっすか。風貌で。風貌で、この前散歩してたらおじさんが、いや、いい体してね君、レスリングって言われてはいって言われてマジっすか。結構面白いでしょ。面白いっす。それこれがいいなと。年の子ですね。ラグビーの最高値だよって。そう、見た目で判断するんだって話だよね。そうっすよ、うん、中村俊輔選手の話聞きたかった。だって、東光学園で1個ですよね、はい、
やっぱズバ抜けてた。ズバ抜けてましたよ。僕でも中学校ぐらいの時から知ってまして。あ、中村俊介さん、はい。で、マリノスのジュニアユースで僕三菱オーバーだったんで試合とか結構やってたんですよ。で、中2ぐらいの時からもうちっちゃかったんですけどめちゃくちゃ上手くて、そしたら中3の時に出てなかったんですよ試合。えっ、俊介さんちっちゃいからもうレギュラーから外れちゃって出てなかったんですよ中3で。でもその噂も出れなくなったっていうのもなんかもう耳に入ってきて、さすが地元だね。で、ニュースに上がれなかったっていうのもなんかみんな知ってて、で、そのまま東邦学園に進学したんですよ。うんうん、で中3の時は彼は、俊介選手は多分上がりたかったんですよ、ユースに。うん、上がれず、東邦に入学したって形ですよね。へー、なんか、なんだっけ、本当でもズバ抜けってうまかったけど、ズバ抜けちっちゃかったんですよ、当時は。あ、そう。今は180近くあるじゃん、あんなひょろっとして、でかいんですよ、結構。多分体のフィジカルとかそういった問題で、うん、まあ、ユースが厳しいっていう風に判断されちゃったんじゃないですかね、当時は。へー、中3の時に何センチあったの。なんか、ちっちゃかった。50代ですよ、多分。あ、高校で、本当20センチ以上すごいですね。結構やっぱ身長で判断されるって結構どうなんですかね。へえ。ヤマレはなんか小野伸二選手と対戦して高校時代やっぱその次元が違うみたいな話は、リフティングから次元が違うみたいな話はしてたけど、俊介選手もやっぱり、うん、もう次元違いましたね。キックもそうだし、まあ、全ての技術がそうですよね。なんか一時左足の甲を痛めて蹴れなかったわけなんですよ、1週間か2週間ぐらいは、うん、全く。で、右足全然使ってなかったんですけど、俊介選手は。そしたら蹴れなくなったから、もう右足で蹴るしかないじゃないですか。その1週間で誰よりも右足上手くなりましたね。やば、僕らの右足より、利き足より正確だから今も右足すごい上手いですよ。左足のイメージありますけど、左利きだけどあそこまで右足で切れる選手いないからね。左利きって右足切れないですよ、ね、切れない。七海さんとは全く切れない、うん、ああ、どう考えてこっちから来て左のアウトでしてくれるだけで。確かに。でも結構そうです、マラドーナとかもそうじゃないですか、右使わないじゃないですか。でも右足めちゃくちゃ上手いですからね。そのただ1週間2週間なんかこう皆さん、まあ、プロサッカー選手と話してて一番思うのはその、まあ、サッカーインテリジェンスの方がやっぱそのチームにとってすげえ重要だなって思ったんですよ、いろんな人と話してて。で、俊介選手はそういった面でも あった。いや、でも結局俊介選手の努力家っすよね、天才っていうよりも。誰よりも練習しますし、誰よりもサッカーのことを考えてます。僕、高校時代の時に毎試合毎試合前にメモを渡されて、こういう動きしようとか。えっ、本当、今でもありますよね、メモ探せば。次の相手こうだから、ここ狙って見ながら、ちょっとここ降りてこいとか。やばっ、すごいっすよ。あと、ゲームもサッカーのゲームばっかやってますし、練習量はもう全然、人より全然違いますね。練習終わった後で必ず自転車こいだりとか、最後までボール外で蹴って、その後自転車こいだりとか、そうプロになっても多分やってたと思うし、ジュビロの時もなんかベテランなのに誰よりも練習して、もう七海さんがストップさせたって言ってましたから。へえ。多分それは今も変わらないと思いますね。やっぱあのフリーキックって多分いろいろ練習からロジカルに角度とか全て研究してやってるんでしょうね。練習のフリーキックはもうほぼ入りますよ、 100% に近い感じで。マジ？ほぼ入っちゃいますね。この間見ました、横浜市。え、見てない。俊介ミドルシュート見たよ、見たすごかったっすよ。へえ。久しぶり、落として飛んで2試合連続ベンチ外だったんですよ。で、その明けの試合でスタメンで出たんですけど、スタメン出る前に記事が出たんですよ。なんか今ベンチ外だけど、なんかそれでも
やり続けるじゃないけど、そういったなんかすごい感動させられるような記事が出たんですよ。その記事が出たその翌週の試合でスタメンに出て、ゴール決めました。700日ぶりぐらい泣きそうでした、ね、記録試合ですよね。昨日もスタメンで90分出てました、ね、で 2-0 で勝ってました。今2位ですよ。2位、シータが上がりました。この間、南雄太選手に連絡したとき、確か4位だったんですよね。あの辺結構団子だったじゃあ、16試合ぐらい無敗だったからね。で、こう負けて、1回負けて、負けて、メンバーちょっと変えたんですよ。塾のメンバー2人。で、しゅんちゃんがスタメンになって、結果らしい。すっげえな、この人。本当頑張って上がってほしいですね。まあ、雄太も去年悔しい思いしてるから、最後。そうだね、それが最後に出たんですね。確かに楽しい、頑張ってほしいですよ。弱いんですか、酒。弱いっす。めっちゃいつもビール2杯と赤ワインで終了みたいな。じゃあ好きなんですか、ビールですか、お酒。お酒じゃない、お酒。だ、週には絶対飲むんですよ、会食とかあって。だ、週に飲まないと逆にこう気持ち悪くはなっちゃう感じは。多分飲まなくても大丈夫ですよね、それ。大丈夫っす。じゃあ2軒目いきますか。はい、じゃあいきましょう。よいしょ。すげえ嫌いだったっていう選手がいて、車ポルシェに乗せたやつがいて、あやつっていうか年上だけどいて、10円パンチ調子で、え、よさか、あ、俺じゃない、ビクちゃんして、なんだよ俺の10円パンチされてるよとかって言って、ちょっと問題になったんだけど、あたの犯人分かったんだけど、なんでかって言ったら嫌い、大嫌いだったんですよ。怖っ。幼稚だよね。やばいっす。やべえな、それ。しかもこうじゃなくて、こうぐるぐるやっぱ、なんかそのやった人がちょっと変わったかもしれない。そうですね。そうですね。ミスしないからね。さすがにそこまで尖ってないけど。尖ってるのはちょっと違う次元かもしれないですけど。そういうことがあった。マジっすか。あの時なんかすげえ怒ってる。いらないでしょ。ダメ。名前言っちゃダメですよ。やった人が出なかったんじゃないですか。分かんないけど。で、やった人はもちろん試合に出てないの。サテライト。うわぁ、なんか、逆にかわいそうになってくる。